ローデバルトは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク選ン州のニーンブルク、ベーザー軍東部に位置する町村である。この町は、南部のオーバーバウエンシャフト、北部のミッテルバウエンシャフト及び、ウンターバウエンシャフトに分けられる。1974年の行政、地域改革まで、ローデバルトは、ノイシュタットアム・リューベンベルゲ軍に属したが、その後は、ニーンブルク、 ベーザー軍のザムトゲマインデシュタインプケに属している。ローデバルトは最初の記録によれば13世紀の第一四半期に創設された。その頃、民伝司教がベルペ博に入植地の建設を委託した。森林地域の計画的な開墾により、ほぼ現在のウンターバウエンシャフトにあたる広い地域が農地化された。この地区は典型的なハグニューフェンドーフの形態を止めている。 各入植者には同じ面積の柵を巡らせた土地が割り当てられ、道から帯状に開墾し、住居を道沿いの反対側に建設したため、こうした形態となった。その後ローデバルトの地域には3つの農村が建設され、1974年にそれらが一体化され、現在の自治体が創設された。この町の議会は13議席からなる。袋を描いた。 この町の紋章は1960年に当時のハノーファー行政官区長官の認可を得た。1969年に成立した単一自治体が福労の紋章を引き継いだ。ありがとうございます。